アドニス・メディーナ・ナデル・ロサリオは、ドミニカ共和国産とドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。2014年5月にアマチュアフリーエージェントで、フィラデルフィア・フィリーズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・フィリーズで、プロデビュー。11試合に登板して2勝3敗1セーブ、防御率1.37。 二十二奪三振を記録した。2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズでプレーし、10試合に、登板して3勝2敗、防御率2.98、35奪三振を記録した。2016年は、A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズでプレーし、13試合に、先発登板して5勝3敗、防御率2.92、 34奪三振を記録した。2017年は A 級レイクウッドブルークローズでプレイし22試合に先発登板して4勝9敗、防御率3.01、133奪三振を記録した。2018年は A 級クリアウォータースレッシャーズでプレイし22試合に登板して10勝4敗、防御率4.12、 123奪三振を記録した。また、この年は、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年は、AQ レディングファイティングフィルズでプレーし、22試合に、登板して7勝7敗、防御率4.94、82奪三振を記録した。 2020年9月20日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。先発と反して4回に失点だった。荒削りで大崩れも多いが、持ち玉自体は一級品と言われる。特にスライダーの切れ味は抜群で三振を奪う能力が高い。ありがとうございます。